2009年アメリカ復興、斎藤司法、通称景気刺激策、復興法は、アメリカ合衆国、第111議会において2009年2月に制定され、バラク・オバマ大統領が2009年2月17日に署名して成立した、景気刺激対策法である。あああの、主な目的は、2000年代後期の大不況に、対応して、できるだけ早く雇用を維持。 喪失することであった。二次的な目的は、大不況で最も影響を受けた人々に一時的な救済策を提供し、社会基盤、教育、保険再生可能エネルギーへ投資することであった。この景気刺激策の予算額は2009年から2019年までの間に、制定時点で7870億ドル、後に8310億ドルと見積もられた。法律には、 社会基盤、教育、保険エネルギー、連邦税の優遇措置への直接的な支出と、失業給付の拡大や、その他の社会福祉の提供が含まれている。あああの理論的裏付けは、ケインズ経済学にあり、不況に際しては、雇用を維持しさらに経済が衰退するのを防ぐために、政府は公的支出を拡大することで、民間の支出減少を相殺するべきだというものである。 しかし法律が通過して少し後に、ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマンは、この法律を支持しつつも、民間の支出減少の3分の1もカバーできていない、として、あまりに規模の小さすぎる、景気刺激策だと批判した。法案の上院案及び、下院案はどちらも、主に民主党の議会委員会の指導者と、スタッフによって書かれた。法案関連の作業は、 オバマ大統領が2009年1月20日に政権を引き継ぐ前に開始されていたため、オバマ時期大統領の主席補佐官らは、委員会の指導者やスタッフたちと複数回の会合を開催した。2009年1月10日に、オバマ時期大統領の運営陣は、検討中の典型的な景気刺激策による雇用への影響の予備的な分析を示した、報告書を発行した。アメリカ復興。 斎藤司法の公式ウェブサイトリカバリー .gov の公式文書会員の法案 HR1 は2009年1月26日に提出された。法案は会員歳出委員会の委員長である民主党のデーブ OB が提案者となり、他に9人の民主党議員が共同提案者となった。1月23日に会員議長のナンシーペロシは 2009年2月16日までには、オバマ大統領に署名を求めて提出できるように、審議が進んでいると述べた。本会議での投票には206の修正案が提案されていたが、そのうち11のみが採用され、これにより、法律の迅速な成立が可能となった。2009年1月28日に、会員では賛成244。 反対188により法案が可決された。民主党議員は11人を除いて賛成したが、177人の共和党議員は反対した。上院の法案 S1 は2009年1月6日に提案され、後に会員法案の修正案 S アムット572置き換えられた。法案は上院少数党員内総務のハリー・リードが提案者となり、 他の16人の民主党議員と民主党会派に加わってはいるが、無所属のジョー・リーバーマンが共同提案者となった。上院は2009年2月2日の週に2750億ドルの税引き当ての件から法案審議を開始した。上院案と下院案の重要な相違点は、大体ミニマム税の修正の1年延長を含めるかどうかで、 これにより法案の予算総額は700億ドルの増額となるものであった。共和党議員は減税を増やし社会基盤以外に関連した支出を減らすようにする修正案をいくつか提案した。共和党議員は社会基盤への支出を増額し、住宅税額工場7500ドルから15000ドルに倍増させ、 またその適用を初回のみではなくすべての住宅購入者に拡大することを強く求めており、オバマ大統領と上院民主党議員は共和党議員の提案に妥協する用意があると示唆していたものの結局法律に組み入れられることはなかった。他に検討された修正案としては2009年自由法上院財務委員会のマリア・キャントウェルとオリンハッチの 提案した電気自動車への税制優遇措置を含めること、共和党のジムデミントの提案した宗派的な教育、宗教上の礼拝、神学校、または神学部、あるいは施設の機能の本質的な部分に宗教上の役割が含まれるものへの資質を禁じる文言を法案から削ることなどがあった。上院はオバマ大統領の強い後押しを受けて2月7日に、 特別土曜討論会を開催した。上院は法案に関する議事を打ち切って法案自体の採決を行うために本会議に送るという同義を2月9日に採決し61対36で可決した。2月10日に上院は61対37で可決した。民主党議員は全員が賛成したが共和党議員は3人のみが賛成しこのうちスペクターは後に 民主党に転じている。この時点で上院の法案の予算額は8380億ドルであった。バラク・オバマ大統領が2009年2月17日にコロラド州デンバーで署名してアーアーは成立した。副大統領のジョー・バイデンが背後に立っているバラク・オバマ大統領がアーアーで認可された2000番目のプロジェクトについて演説している。副大統領のジョー・バイデン及び 運輸長官のレーモンド・ラフトとともに、オバマの原案により、近かった会員の法案に対して、上院の共和党議員は、前代未聞の水準の法案修正を行った。修正で最も大きな損をしたのは、州政府と低収入労働者で、これに対して利益を得たのは、高齢者と高収入の納税者であった。上院が可決した8270億ドルの、 経済再建策と会員が可決した8200億ドル、そして両院協議会で最終的に可決した7870億ドルの策はこの額の中でもさらに大きな違いがある。追加の債務が10年余りにわたって3500億ドル追加された。多くの歳出は2年で期限切れとなる。上院案と会員案で主な歳出先の違いとしては 上院案でより多く支出するのが、保険対策、再生エネルギープログラム、住宅購入者税額控除、高齢者への新たな支払いと大体ミニマム税期限の1年、延長である。会員案が多く支出するのは、教育、社会基盤、低所得労働者と失業者への支援である。支出税正議会の交渉者は、2月11日には、 議会合同協議会報告を完成させていたと述べている。2月12日に会員内総務のステニーホイヤーは法案内容の文言調整が終わっておらず、会員の民主党議員は採決する前に48時間の公開査読期間を設けると事前に約束していたので、あるが翌日には法案の採決を行うとした。最終的な手書きの条項を含んだ報告書はその夜に、 会員のウェブサイトに掲載された。2月13日に報告書は会員を246対183で通過した。賛否はむね同派に基づいており、賛成246票はすべて民主党議員で、反対は176票が共和党、7票が民主党であった。上院は60対38で法案を可決した。ての民主党議員と独立派。 そして共和党議員3人が賛成した。2009年2月17日にバラク・オバマ大統領が署名して最終的に法律が成立した。法律の構成、税制優遇措置その内訳は社会基盤と科学に150億ドル、弱者保護に610億ドル、教育と訓練に250億ドル、エネルギーに220億ドル、最終的な各分野への支出額は 社会基盤と科学1 2 6 0億ドル、弱者保護に1 4 2 0億ドル、教育と訓練に780億ドル、エネルギーに650億ドル集、自治体財政支援集や地方自治体が保険・教育関係の予算を削減し、増税するのを防ぐアメリカ復興、斉藤司法第3章では、提案の背景となる基本意図を示している。この目的説明には、 以下のようなものがある。雇用を維持、創出主経済再建を促す。不況の影響を最も受けた人々を支援する。科学や健康における技術的な進歩を刺激することで、経済の効率を改善するために必要な投資を行う。長期的な経済上の利益を提供するような交通、環境保護、その他の社会基盤への投資を行う。 本質的な行政サービスの削減や、非生産的な増税を減らし、あるいは避けるために、州や地方自治体の財政を安定化させる。この法律では、全体の37%、2880億ドル相当が税制優遇措置に用いられ、18%、1440億ドル相当が、州と自治体の財政支援に用いられると規定している。 残りの45%、3570億ドル相当は、運輸、通信、汚水処理設備改善、連邦政府ビルや、私有建物のエネルギー効率向上、連邦失業給付の拡大、科学研究プログラムなどの連邦政府支出に割り当てられる。最終的な法律の各部分の詳細を以下に示す。総額2880億ドル。 個人向け税制優遇措置総額2370億ドル。企業向け税制優遇措置総額510億ドル。総額の11%以上が州のメディケードを支援するために充てられた。あーでは経済的及び臨床的健全性のための健康情報技術に関する法律の立法が含まれていた。健康管理に関する支出の総額は1551億ドルである。 アメリカ合衆国教育長官のアーン・ダンカンとニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグがエクスプロア、チャータースクールの生徒を訪問している、様子総額1000億ドル。社会保障や追加保障所得の受給者に対する支給もあああの一貫である総額822億ドル。総額1053億ドル。交通道路建設は最終法案に盛り込まれた中で単一案件としては、 最大のものである。このロードアイランド州、ミドルタウンの道路のように、アーアーで建設された道路にはそれを示す標識が建てられている。コロラド州、ブレッケンリッチ北部で、コロラド州道9号線拡幅工事にアーアーの投資が使われていることを示す、標識総額481億ドル。一部は、タイガー助成金の形で、上水、下水、環境、 公共用地総額180億ドル。政府建物及び施設全国の国防施設へのアー,アーの影響総額72億ドル。通信、情報、セキュリティ技術連邦通信委員会作成のアメリカ合衆国におけるブロードバンドインターネットアクセスの利用可能性を示した地図総額105億ドル。エネルギーインフラストラクチャー総額215億ドル。 グリーンエネルギー技術への融資と投資は最終法案の重要な部分である総額272億ドル、総額147億ドル。アメリカ航空宇宙局もアーで追加資金を受け取った総額76億ドル2009年3月6日、コロンバス警察管区第114期の卒業式において、オバマ大統領はアーが良いニュースをもたらすと述べた。 総額106億ドル。ああには保護貿易的なバイアメリカン情報が含まれており、この新しい景気刺激策の資金を使った公共の建物や公共事業に対して、アメリカ合衆国内で生産された鉄鋼やその他の製品を使う一般的な要求を課している。2009年5月15日のワシントンポストが報じるところによればこのバイアメリカン情報は、 カナダの実業界を分断させており、カナダ政府はアメリカとの通商に制限を加える立法を行って報復するとした。カナダ地方自治体連合会議の代表たちは2009年6月6日にカナダの都市の公共契約へのアメリカからの応殺者を潜在的に排除する決議を採択し、スティーブン・ハーパー首相によるバイアメリカン条項への反対への支援を表明した。 連盟代表でシェルブルック市長のジャンペローはこのアメリカの保護主義的な政策はカナダ企業を害しカナダの雇用を犠牲にし世界的な景気後退期において成長しようとするカナダの努力を損なうと表明した2010年2月16日にアメリカ合衆国とカナダはカナダ経済を損なう恐れのある場合アメリカン条項を カナダ企業への適用を除外することで合意した。バラク・オバマ大統領が経済復興諮問委員会の設立を発表する2009年2月6日、マーティン・フェルド・シュタイン、ダロン・アッシュモグル、アメリカ合衆国国家経済会議委員長のローレンス・サマーズ、ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・イース・ティグリッツ、ポール・クルーグマンといった経済学者らは経済の交代を補うより、 大きな景気刺激策を望んでいた。フェルトシュタインは景気刺激策に対して賛成しつつも実際の法案についてより直接的に消費者の消費拡大や失業対策に取り組むように改定する必要があると関心を表明した。法律が成立した直後、クルーグマンは問題に対応するには刺激策は小さすぎると書き、政治的判断により刺激策の規模が小さくなり、 オバマ大統領が超党派の支援を得ることを期待して、本来含まれるべき減税策よりも多くの減税を含むものとなったと、広く信じられていると付け加えた。保守的な経済学者である、ジョン・ロットは、政府の支出に対して、より批判的であった。2009年1月28日に、 オバマ大統領の計画に反対するおよそ200人の経済学者の名前でニューヨークタイムズとウォールストリートジャーナルに全面広告が掲載された。これにはノーベル経済学賞受賞者のエドワード・プレスコット、バーノン・スミス、ゲイリー・ベッカー、ジェームズ・エム・ブキャナンといった人たちが含まれていた。これらの経済学者たちはオバマ大統領の引用した 経済を復活させる復興計画という政府の介入を我々が必要としていることについては反対する者はいないという言明を否定した。その代わりに署名した人たちは経済を改善するためには働き、貯蓄し、投資し、生産するための障害を除去する改革に政策策定者が焦点を置かなければならない。成長を促進するための最良の財政政策の 使い方は税率を下げ政府の重圧を減らすことであると信じていた。この広告の資金はケイト研究所が提供している。2009年2月8日アメリカシンポセンターが執筆し景気刺激策に賛同する約200人の経済学者が署名した手紙が議会に送られた。その中ではオバマ案は国家に損害を与える雇用喪失の克服の 第一歩となる重要な投資を提案している都市、また、合衆国を持続可能で長期的な成長の道に戻すだろうとした。この手紙には、ノーベル経済学賞受賞者のケネス・アロー、ローレンス・クライン、エリック・マスキン、ダニエル・マクファデン、ポール・サミュエルソン、ロバート・ソローラが署名した。ニューヨーク・タイムズは、IHS グローバル・インサイト、ムーディーズ・ドット・コム、エコノミー・ドット・コム、 マクロエコノミックアドバイザーズなどの見積もりを掲載し、それによれば、なしでは、経済はさらに悪化していたかもしれないと示唆している。議会予算局による、景気刺激策の GDP への影響の見積もり2009年2月4日の議会予算局の報告では、この景気刺激策は、短期的には、経済的な結果と雇用の面での増加をもたらすが、 議会予算局の見積もった基準に比べると2019年時点で国内総生産は0.1%から0.3%の範囲で減少すると見積もった。議会予算局はこの法律の制定により連邦予算の赤字額は2009会計年度の残りの期間に1850億ドル、2010、会計年度に3990億ドル、2011、 会計年度2340億ドル、2009年から2019年の期間の総計では7870億ドル増加すると見積もった。2月11日の報告書では、議会予算局の局長、ダグラス・エルメンドルフは、この景気刺激策の有効性については、経済学者の間でも意見が相違しており、何らかの重要な効果があるか、怪奇的なものもいれば、 非常に大きな効果を期待している者も,もいると指摘した。エルメンドルフは、議会予算局では、短期的には GDP と雇用の増加を見積もっていると述べた。長期的には、議会予算局ではこの法律により、政府の債務が増加し民間投資をクラウリングアウトすることによって、生産をわずかに押し下げると見積もるが、しかし、道路の改良や、 基礎研究や教育への支出増加といったその他の要素がこの生産減少を総裁するかもしれないとし、また需要の減少に伴って民間の投資はすでに減少しているので短期的にはクラウディングアウトは問題ではないかもしれないと申した。議会予算局は GDP は2009年末までに1.4%から3.8%増加。 2010年末までは1.1%から3.3%増加。2011年末までは0.4%から1.3%増加。2014年以降は0から0.2%の減少と見積もった。雇用への影響は、2009年末までに80万人から230万人増加。2010年末までに120万人から360万人増加。 2011年末までに60万人から190万人増加、そして以降の年はアメリカ合衆国の労働市場がほぼ完全雇用状態に近づくため増加幅は減少するが決してマイナスにはならないと見積もった。2014年以降の GDP の減少はクラウリングアウトによるもので政府の負債の増加が本来投資に回っていたであろう。資金を吸収するためである。 経済学者のスティーブン・マーグリンとピーター・シュピーグラーによる2013年の研究では議会予算局の推定通りに景気刺激策が GDP を引き上げたことが示された。この法律のために作られたウェブサイトであるリカバリー .gov2009 年5月21日、ワシントンポストの記事では景気刺激策の支援のためにオバマ大統領は前例のない透明性を実現すると公約し、 リカバリー .gov において納税者は資金を細かく追跡できるように、すると述べた。しかし法律に署名されて3ヶ月経った時点で、リカバリー .gov はニュースリリースや支出の概要、略語で埋められた表や年表以上のものをほとんど提供していないと述べていた。同じ記事では政府のウェブサイトと異なり、 民間が運営するリカバリー .org は7870億ドルに上る景気刺激策の資金がどのように使われているか詳細な情報を実際に提供しているともしている。ウェブサイトに関する誤りの報告は全国ニュースとなった。このニュースによればリカバリー .gov は実在しない選挙区への資金配分を報告していた。2010年1月に 推定950万ドルをかけてリカバリー .gov は再設計された。法案のうちリカバリー .gov の設立と運営を意図した条項の部分は法律自体が成立する以前にすでに成立していた。ウェブサイトの構造、保守、監督を定める条項である第1226章は法律により定められている。景気刺激策の資金を扱っている組織に対して 法案で定めたどの活動に資金は使われているかを結びつけられる最終的にリカバリー .gov で公開されることになる詳細な報告書を提供するように指示がなされている。2009年7月20日、ドラジレポートはリカバリー .org 上のページにリンクを貼った上でアメリカ合衆国の務省がモッツァレラチーズや冷凍ハム、缶入り豚肉などの 何十万から百数十万ドルにも達する高額な契約を結んでいたと主張した。同日のオ省が発表した声明では、この主張の誤りを正し、日本土のスライスされた冷凍ハムとあるのはパッケージのサイズを指している。日本土のハムを買うために119万千ドルを費やしたというメディアの報道は誤っている。実際のところ、問題視されている契約では76万ポンドの ハムを119万千ドルで購入したもので、1ポンドあたり約1.5ドルであるとした。労働統計局の失業数の表、バラク・オバマ大統領とジョー・バイデン副大統領が、衆議会議員たちに対して、復興法の実施について演説している。2009年3月20日、推定失業率議会予算局は2009年10月に、2008年と2009年の、 赤字額の変化の理由を報告した。議会予算局は、あーあの結果として2009年に赤字額が2000億ドル増加したと見積もった。減税と追加歳出がほぼ半々であるが、あーあの影響を受けた経済からの歳入への影響については含めていない。2010年2月12日に経済報告を定期的に発行している労働統計局は2000年以降の月ごとの 失業数のデータを発表した。民主党全国委員会のプロジェクトを組織しているコミュニティであるオーガナイジングフォーアメリカは2007年12月以降の労働統計局のデータを示した表を準備した。オファはこの表を用いて、あーの結果として失業数はあーの開始される前である1年前に比べればわずかであると主張した。一方で失業というのは 不況の初期には常に増加するものであり、政府が景気刺激策を行っても行わなくても自然に減少するものであって、オファが示した表はミスリーディングであると主張する者も,もいた。景気刺激策の主な正当化として、オバマ政権と民主党の支持者たちは2009年1月にアーアーがあった場合となかった場合の推定した失業率を示す表を発表した。このグラフは もしアーが制定されていなければ、失業率は9%を超えていたであろうことを示し、一方でアーが制定されれば8%を超えることはないとした。アーが制定された後、実際の失業率は2009年2月に8%を超え、2009年5月に9%を超え、2009年10月には10%を超えた。2011年6月には、 失業率は9.2%であったが、アーアーが制定されていた時の推定失業率は7%未満であった。しかし民主党支持者たちは、これはアーアーが計画された時点のいかなる推計よりも実際の景気交代がかなり大きなものであったことを、結果的に明らかになったことが理由であると主張した。2009年3月の全米企業エコノミスト協会による産業調査によれば、 2009年2月に制定された法律による財政出動を検討した協会所属のエコノミストのうち70.6%は財政出動は景気交代を短縮させるのに中程度から強い影響を持っていたと推計し29.4%は影響が少ないかほとんど影響がなかったと見積もった景気刺激策の各要素のうちで 全米エコノミスト協会が最も効果的であったと推定したものは社会基盤投資、失業給付の延長、個人減税である。景気刺激策実施の1年後、ムーディーズやグローバルインサイトのようないくつかの独立系経済関連企業は、景気刺激策により160万人から180万人分の雇用が維持、または創出されたと見積もり、 景気刺激策が完了するまでの間に250万人分の雇用への影響があると予測した。議会予算局はこれらの推計は保守的であるとみなしている。議会予算局は2009年第4四半期で210万人の雇用を維持したと自身の持つモデルに基づいて見積もり、経済を最大3.5%加速させ、 失業率を最大2.1%押し下げたとしている。議会予算局は2010年には景気刺激策はさらに大きな効果を持つと推計している。議会予算局はまた報告された雇用件数のうちどれだけが景気刺激策なしでも存在していたかを推計するのは不可能であるとした。2010年第一四半期に関する議会予算局の報告書では 雇用の喪失が280万人分、GDP の増加が4.2%とプラスの効果が維持されていることを示した。一方で、ウェスタン・オンタリオ大学の経済学者、ティモシー・コンギーと、オハイオ州立大学の経済学者、ビル・デューパーは、州レベルの変化を用いて推計し、景気刺激策により45万人分の政府機関の雇用を維持、または喪失した一方で、 民間の100万人分の食を喪失させあるいは喪失を妨害したとし、総計では食を減らしたとした。コンリーとデューパーの分析は、一見して統計的に、検討違いの分析であるとして批判されている。他の研究者たちは、景気刺激策の雇用への影響について優位に、肯定的な結論に立っている。連邦準備制度の経済学者、ダン・ウィルソンは、 似たような方法論を指摘されている誤りを犯さずに、用いたが、ああによる歳出は、最初の年に、約200万人、分、2011年3月までに300万人分、以上の雇用を創出、または、維持したと推計した。議会予算局は、同様に、法律の長期的な影響分析を、2014年以降、この景気刺激策は、経済を0から0.2%、 減速させると見積もっている。一方で、どの時期にも雇用に対しては、マイナスの影響を持たないと推計されている。2011年に、アメリカ合衆国商務省は、以前に出していた、推計の見直しを行った。経済学者のディーンウェーカーは見直されたデータによれば、リーマンショック後の半年において我々が以前、認識していたよりも、さらに急速に経済が落ち込んでいたことを示している。 景気刺激策が実施された直後の2009年第2四半期に経済の落ち込みは止まった。この後4四半期にわたってかなりの成長が続いた。2010年末から2011年初めにかけて景気刺激策の効果が薄れ始めた影響により成長は再び鈍化し始めた。言い換えれば見直されたデータによって示された成長のパターンは 景気刺激策が功を奏したことを明らかにしている。主な問題は、景気刺激策の規模が十分に大きくなく、経済が本来の成長力に戻るまで十分な期間にわたって、刺激を続けることができなかったということである。と述べた。民主党議会選挙運動委員会は、ああに反対しておきながら、自分の選挙区では、ああによる景気対策の成果を自分の手柄と主張した。 共和党の議員を偽善の伝道と称する一覧にして公開した。2011年9月現在、民主党議会選挙運動委員会は128人の共和党下院議員をこの一覧に載せている。ニュースウィークは公式には景気刺激策では雇用は創出されないと論じていた。共和党議員の多くがこの景気刺激策で雇用が創出されることを理由として自分たちの選挙区に 景気刺激策を行うように求める手紙を書いていたと報じた。この景気刺激策は規模が小さすぎると批判されてきた。2010年7月40人の有名な経済学者が失業を減らすためにさらに拡大した景気刺激策を求める声明を発表した。彼らはまた赤字の削減が優先であるという見方に疑問を投げかけた。需要の慢性的で 基本的な不足に対処せずに赤字の削減を最初の目標とすることは1930年代の過ちと全く同じである2010年7月にホワイトハウスの大統領経済諮問委員会は景気刺激策により2010年第2四半期の時点で250万人分から360万人分の雇用が維持または創出されたと推計したその時点で 景気刺激策による支出額は合計2570億ドル、減税額は2230億ドルであった。2011年7月に大統領経済諮問委員会は2011年代維持半期時点の推計を行い、アーはそれを実施していなかった場合に比べると240万人分から360万人分の職を維持、または喪失したとした。 この時点での支出額と減税額は合計6,660億ドルであった。単純な数学的計算をすれば、ああは一人の雇用のために18万5千ドルから27万8千ドルを納税者に負担させたと批判者は報告したが、この計算はこの結果として得られた高級的な社会基盤のことは考慮に入れていない。2010年8月に、 共和党上院議員のトム・コバーンとジョン・マケインは、アーアーの支出による最も無駄なプロジェクトとして100のプロジェクトを記した報告書を発行した。この二人が疑念を示したプロジェクトへの支出の総額は約150億ドルで、これは全体の8620億ドルに対して2%以下であった。この二人は景気刺激策は経済に良い効果があったと認めたが、 雇用喪失の点で最大の効果を得ることに失敗したと批判した。CNN はこの二人が指摘した意義は不明確な一部の事業について大まかな概要を示したもので、ジャーナリストたちはいくつかの点で彼らが誤った印象を抱いていると指摘したと述べている。あーあの主な目的の一つでまた約束でもあったこととして雇用を喪失する多くの すぐに取り掛かれる事業に着手するということがあった。しかしながら、これらのプロジェクトのうちかなりの数、特に社会基盤に関連するものの大半については、実現までには多くの人が期待していたよりも長い時間がかかった。これはおおむね、こうした事業に関わる法的な手続きに基づくものであった。アメリカ機械全額控除制度や、 勤労所得税額控除に関連するものを含めてこの法律に基づく税額控除のいくつかは2010年減税、失業保険、雇用創出法に基づきさらに2年間延長された。2011年11月に議会予算局はこの法律に関する以前の報告書を更新した。議会予算局は2010年末には雇用への効果は減退し始め、 2011年を通じて続いていると述べた。にもかかわらず、2011年第3四半期に議会予算局はこの法律でフルタイム相当の雇用を50万人分から330万人分増加させたと推計した。法律の第1513章では、この法律の影響についての報告書は四半期ごとに発行されるとしていたが、最後に発行された。 報告書は2011年第2四半期についてのものであった。2012年12月の時点でアメリカ人の58.6%が雇用中である。2013年にリーズンファウンデーションはあーあの結果についての研究を行った。調査対象となった8381の企業のうち23%のみが新しい労働者を雇用して事業が完了した時点まで それを維持していた。調査対象企業の41%は全く労働者を雇わなかった。30%は政府からの資金支出がなくなるとすべての労働者をレイオフした。こうした結果は労働者を全く雇わなかったり雇った労働者を最後まで保持しなかったりした企業のことを考慮に入れていないという点で過去の雇用喪失数の推計に疑問を投げかけるものと なった。バイデン副大統領が監督役を担うことに加えて、高レベルの諮問機関として、大統領経済復興諮問委員会が法案の成立と同時に任命された。同様に、大統領は内務省監察官のアールデバネート、復興説明責任、透明性委員会を法律の管理を監視させるために任命した。他に十一人の監察官が、復興説明責任、 透明性委員会のために働き、またこの委員会には復興独立諮問小委員会が置かれていた。2011年末にデバネード委員会のために働く観察官たち、そして委員会と関係しない観察官たちはワシントンのオブザーバーの視点で見て法律の監督にあたっていかなるスキャンダルも起こさなかったと認められた。ありがとうございます。